皆さんこんにちは。スタジアムオリジナルプログラムラブフットボールの時間となりました。さあ今日もガンバ大阪の情報満載でお届けしていきます。千石浩一です、よろしくお願いします。さて我らがガンバ大阪は前回ここホームで行われました大阪ダービーに勝利し、そこからアウェー2戦を挟みまして、今日またここホーム市立吹田サッカースタジアムに今度はジュビロ磐田を迎えてのゲームとなっています。今日のゲーム本当に早くからですね、たくさんのサポーターの皆さん詰めかけていただいています。それもそのはず、今日の試合チケット完売ということで、満員のサポーターの皆さんが見守る中、我らがガンバ大阪優勝戦線に踏みとどまっていくために、何としても今日勝利が必要です。勝ち点3が必要です。サポーターの皆さん、チームと共に戦ってください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、内藤朝香です。今日はガンバエキスポと題しまして、ガンバ大阪と太陽の塔とのコラボレーションを中心としたさまざまなイベントを実施しています。もうすでに、ね、着用されている方たくさんいらっしゃいますが、はい、今日この試合に来場された皆様には今私たちも着ています、はい、ガンバエキスポ限定記念ユニフォーム、こちらのシャツをプレゼントしています。さらにですね、選手たちも今日はこの試合、今日の試合は、この記念ユニフォームを着用して試合に挑みます。キャプテンの遠藤選手、太陽の、ね、塔のイベントに参加されたときにこのユニフォームを着用した試合、この先ずっと覚えていてもらえるような試合にしたいとおっしゃっていました。そのためにもぜひご来場いただいている皆さん、このシャツ、限定シャツを着用いただいて、普段はこのスタジアム青と黒に染まっているんですが、はい、今日は真っ白に染めていただきたいと思います。白星つかみ、はい、はい、よろしくお願いします。さあでは今日はスペシャルゲストにお越しいただいております。J リーグを愛する方に、とってはおなじみですよね、 J リーグ女子マネージャーの佐藤美希さんです。どうぞ。はい、こんにちは。よろしくお願いします。 J リーグ女子マネージャーの佐藤美希です。はい、もう以前もねこの番組の方にはご出演いただいたりということで、はい、サポーターの皆さんにももうおなじみというところだと思いますけれども、さあ今日佐藤美希さん、はい、ガンバはいつもの青と黒じゃないんです。そうですね、ちょっとなんか、はい、ガンバっぽくない感じもしますけど、はい、でもインパクトありますね、かなり。そうですよね、はい、普段のガンバとは違ったまた新しいガンバのユニフォームみたいな感じで、太陽の塔ですね、はい、かっこいい。この T シャツをね身につけたサポーターの皆さんなんていうのも、はい、スタジアムでちょっと見かけたりもしたんじゃないかなと。すごい見ました。駅から来る間の道でも見ましたし、はいはい、今日のスタンド見ても真っ白ですからね。そうですよね、はいはい、気分また違いますね、うん、そうですよね。私たち大阪の人間にとっては、はい、この太陽の塔ってもう本当に馴染み深いというか、はい、もう大阪といえば太陽の塔みたいな、そんなシンボル的象徴的なものではあるんですが、里美希さんにとって太陽の塔ってどんなイメージですか？私もですけど、うん、本当に日本中の皆さんが、うん、大阪イコール太陽の塔だと思ってるから本当ですか？そういうイメージ、本当に大阪といえば太陽の塔っていうイメージがもうずっとあるので、やはりそれがユニフォームになるっていうのも大きいですよね、うん、そうですよね、はい、また建造物として見た時にも、うん、一度見たらもう忘れられないですからね、うん、ここ吹田に来る間も絶対見ますからね、見ちゃいますよね、道路の中でこう通ってたらモノレール乗ってると、うん、あ見えてきたっていうねなりますよね。今日もやりましたそれ、あとありました、はい、さあということで今日はガンバエキスポということで、いつもとは違ったこうスタジアムの雰囲気の中行われるゲームとなっていますけれども、はい、まあ、いつもと違うと言いますと、今日は里見さんお越しいただいていますので、サポーターの皆さんのこの先着限定ではありますけれども、はい、撮影会も写真撮影会もね、そうなんです、先ほど、はい、やりました。またこの後にもやるんですけども、はい、本当にたくさんの方が集まってくださって嬉しかったですね。ね、はい、でもやっぱりスタッフも言ってましたけれども、フォトスポットのエリア、はい、すごい人だかりになっててそうなんですよ、ね、本当にありがたいんですけども、はい、並ばれた写真撮影に並ばれた方が本当に緊張してしまって、はいはいはい、なかなか囲まれることないじゃないですか、ね、全然見られながらね、はい、うん、だからあまりなんかお話しする時間がなくてなんか淡々と逆に恥ずかしそうにそうなんですよありがとうございましたぐらいの撮ったらおしまいみたいな。なるほど、ね、でもやっぱり忘れられないいい夏の思い出に ね、サポーターの皆さんもきっとなってると思いますが、さあ里美希さんはもう女子マネージャーに就任して、はい、気が付けばもう3年、早いですね。早いですよね、はい、ということで、まあ、今シーズンももうすでにいくつかのこうスタジアムね回ってらっしゃいますけれども、はい、これからまたチャレンジしていきたいことだったりっていうのは何かあったりしますか？はい、
そうですね、まあ、選手にインタビューするときって試合の時だったり、うん、プレーのことが中心となってるんですけども、はい、ちょっとプライベートのことも聞き出したいなと思って、うん、踏み込んで行っちゃおうかと、ちょっと私がカメラとか持ってやったりも楽しいかなって思ったり、はい、あとゴール裏で試合観戦してみたいです、はい、今まで一回もないんですよ。ゴール裏はないんだ、はい、そうか、またね、一番熱狂的なこのエリアですしね、その中でゴールが生まれた瞬間のこの雰囲気っていうのは、いやもう最高だと思います。ねえ、サポーターの皆さんと一緒に、サポーターの皆さんゴール裏に里見記者いたらびっくりしますよねそこだけざわざわしちゃってね、ゴール見逃しちゃったみたいな、うん、一番嫌ですねそれ、はい、まあでもそうやってまたより深くこうサッカーに、はい、J リーグにのめり込んでいっていただきたいなと思いますけれども、はい、うん、実際にもしどなたかご選手とお会いしたらこのあたりの話聞いてみたいなとか、プライベートだとこの辺突っ込んでみたいなとかって、なんか思ってることあります？そうですね、まあ普段オフの日何されてるんだろうっていう選手が、うん、やっぱり気になりますね、何してるんだろうってね、はい、っていうのは、うん、気になりますし、まあそうですね、まあ、女性としては恋愛会、恋愛ですよね、聞いてみたいですよね、ちょっとね、ならではと、はい、気になりますし、もう選手の皆さんもきっとサドミさんがもう身構えてその辺はちょっとなるかもしれないですけどね、はい、まあ、いろんなね、チーム、クラブの、ね、はい、ホームスタジアム、うん、訪問されてると思います。昨年実はこの、番組ゲストでお越しいただいたときに、もう間もなく全部訪問できるっていうふうにおっしゃってましたが、はい、言ってました。どうですか、達成は？達成しました。全54クラブのホームスタジアムに、はい、訪れたんですけど、すごいやっぱりそれぞれ雰囲気が全く違うので。そうですよね、チームからありますもんね、はい、なんか印象に残ってるスタジアムありますか？私個人的にサッカー専用スタジアムというか距離が近いスタジアムが好きなんですよ、はい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 、ピッチとの、うんうん、だから取材でもいくつか上げるときにここ着いたら絶対上げますし、 あとは柏レイソル北千住だったりだとか、はいはい、大宮のナックファイブっていうのは上げてますね、はい、やっぱり迫力が違いますね。そうですよね、すごく音がもうダイレクトに聞こえてきますもんね。そうなんです、ボール蹴る音だったり、あと選手同士のやり取りだったりっていうのを聞けるのは、はいはいはい、やっぱりここスタジアムですか、聞こえないじゃないですか。そうですね、嬉しいですね、うんうん、さあそして女子マネージャーというね仕事を通してもいろんな経験をされていると思うんですが、先日天皇杯ラウンド16の抽選会のドロワーを務められたということなんですが、初めてドロワーしましたが、はい、本当にプレッシャーですごかったですね緊張しました。引きが神がかってたっていうコメントなんかもありましたよね、うん、あれ本当になんかどうだったんだろうっていうのはありますね良くも悪くもいろんなだってね、各チームのサポーターの皆さんの声っていうのがね、うん、はい、ありますから、そういったものを背負って、そうなんです、その抽選会にも、うん、サポーターさんが、まあ、限定ですけど、はい、来てらっしゃったので、うん、やっぱり引く瞬間に何番とかここ引いてとかって、はいはいはい、ダイレクトにね、うん、そうでまた違ったところを引いちゃってたので、うん、それはありましたけど、引きこもごも、はい、それをすぐさにもオフ受け取るポジションでまあいい経験となりましたけどね、はいはい、まあベスト16のこの8試合のうち6試合を、はい、まあ、里見さんがドロワーとして、うん、誕生が決まった各クラブのサポーターの皆さんからその後何かこう声だったりはかけられたりしたんですか？そうですね、ナイスドローってそれはなかったかもしれないですね、うん、でもその当日来てくださった方々は、はい、やっぱり鹿島対浦和のビッグマッチっていうのは、はい、浦和のサポーターさんからなんで鹿島なんだよっていうのは言われましたけどねやっぱりここラウンド16じゃないでしょっていうか、もっと上で当たりたかったよと、はい、なるほどね、っていうのはなんかふざけて言われました。やっぱりねサポーターの皆さんもそれぞれに思いがあると思いますけれども、うん、まあサポーターと言いますとガンバ大阪の以前ファン感謝デーの方にもね、はい、昨年、はい、伺いました、お越しいただいたりもしまして、うん、もちろんこのガンバのサポーターの皆さんとそして選手との接点というところもね、はい、できていますけれども、はい、改めてになりますけれどもこのガンバ大阪の印象っていうのはいかがですか？そうですね、ファン感謝祭、はい、ファン感謝デーも初めてなんですよ、ガンバが。そうなんです、うん、初めて3年間でガンバ大阪のどこしか行ってなかったので、うん、はい、すごく楽しい思い出があって、うん、やっぱり関西クラブの雰囲気素敵だなって思いますね、うん、選手そこまでやっちゃうかっていう、そう、特に藤原選手の印象が強すぎて、うん、やっぱ選手としてプレーでは見られない藤原選手が見れたので、うん、そこは
そう、ね、最高でした。うーん、ということで、まあ本当にいろいろなね、はい、ところを各クラブ回って、そして思い出もたくさんね、サポーターの皆さんと一緒に作っていただいていますけれども、はい、さあそろそろお時間が来てしまったということで、うん、今日ですね、たくさんのサポーターの皆さんがこの後もどん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 スタジアムに駆けつけて、はい、満員のスタジアムになります。そうですね、完売ですもんね。はい、ぜひそんなサポーターの皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、皆さん今日は記念すべき試合ということで、相手はジュビロ磐田、まあ、勝ち点差1ですからね、うん、今日は負けられない試合になると思います。私も一緒に応援させていただきますので、よろしくお願いします。はい、ということで本日のスペシャルゲストは J リーグ女子マネージャーの佐藤美希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあでは続きまして、ここホーム吹田スタジアムで行われましたセレッソ大阪との大阪ダービー、ダイジェストが届いています。ご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。この吹田スタジアムでは初となる大阪ダービー、うん、過去最多となります3万6000人を超える観衆が駆けつけまして、素晴らしい雰囲気の中試合が行われましたよね。はい、試合はですね、序盤から、両者意地と意地のぶつかり合いで本当に緊迫した空気の中で行われました。先制したのはセレッソでしたよね。ガンバのディフェンス陣の一瞬をついて杉本選手の、ゴール、ですが、65分には移籍後初先発となりましたファン・ウィジョ選手のゴールで同点。そこでガンバは息を吹き返しました。77分には三浦選手、そして86分には、アデミューソン選手のダメ押しと3対1で見事勝利。首位に立つセレッソを相手に見事な勝利となりましたよね。はい、
ガンバ大阪にとってはまあこの一戦というのは大阪ダービーということで当然勝たなければいけない、うん、そういった重要な一戦でもあり優勝戦線にこの踏みとどまっていくためにもどうしても勝ち点3が必要だった試合ですよね、はい、まあそうした重要な一戦でやはり得点を取って勝つこと、うん、これを求められていたわけですけれども、まあ、初先発となりましたファン・ウィジョ選手がですね、はい、いきなりもう満点回答のまずは同点ゴールを決めてくれた、はい、そうです。このプレーの中でもですね随所にやはりこのキレのあるドリブルであったり引き出すプレー、うん、力強さというものを見せてくれていまして長澤選手この日コンビを組みました長澤選手も試合後に連携が深まってくればもっといいプレーができるんだというようなことをねおっしゃってもいましたので本当にこれからが楽しみだなという中でのこのデビュー戦でのゴールというのは本当にチームに力をくれたなと思いますし、うん、またですね自信も待っていたでしょうというですねアデミューソン選手のこの3点目、はい、ダメ押し点ですよね、うん、これはですねやはりチームにとってもアデミューソン選手にとってもそして我々サポーターにとってもずっと待っていたゴールだと思うんですよね。まあそうしたゴールというのがこの大阪ダービーで生まれたというのはもちろんアデミューソン選手にとってもこれからどん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 こう熱くなっていくこの夏場彼らしいプレーというのをねきっと発揮してくれるんじゃないかなと思うんですよね。振り返ってみると第3節の FC 東京戦からずっとゴール遠ざかってた、ちょっと本当に長く我々も待たされた、そういった中でこうしたゴールが生まれた、フォワード陣に生まれた、アデミューソン選手に生まれた、これは本当にチームにとって大きなゴールになりましたよね。うん、そうですよね。ですが攻撃だけではなくて守備陣の奮闘もね、うん、やっぱり忘れてはいけませんよね、はい、攻撃自慢のセレッソに対して、まあ、アクシデントでね1点奪われはしましたが最後まで集中力を切らさず、そこからしっかりと守ってくれました。そしてなんと言っても素晴らしかったのがサポーターの皆さんが作り出したこのスタジアムの雰囲気ですよね。最高でしたよね。本当にいつもとは違う空気が流れていましたが、うん、その雰囲気の中で後押しされた選手もいればちょっともしかしたらプレッシャーを感じた選手もいたかもしれないですよね、うん、とにかくもう全選手にとっていい刺激になったと思います。今日もぜひ、ね、そんな空気を作り出していただきたいと思います。よろしくお願いします。さあでは続いてはその大阪ダービーの後行われましたアウェー2連戦、ヴァンフォーレ甲府戦そしてサンフレッチェ広島戦のダイジェストが届いています。2試合続けてご覧ください。
アウェー2連戦ご覧いただきました、はい、ヴァンフォーレ甲府そして、ね、サンフレッチェ広島とともに下位に低迷するチームとの試合となりましたが、残念ながら勝利をすることはできませんでしたね。そうですね、まずアウェーの第1戦となりましたこのヴァンフォーレ甲府戦ですけれども、はい、こちらの試合はですね大阪ダービーと同じメンバーで臨んだ試合となっていました。あのセンターに長澤選手そしてファンウィジョ選手という高さ、うん、そして強さのある選手を置いてサイドからですねこの何度となくこうチャンスというものは作られていたんですけれどもねゴールを割ることができず逆にですねヴァンフォーレ甲府はですねしっかりと守ってそこからの攻撃というところで狙っていた得点というのを試合終盤に逆にガンバは決められてしまって敗戦ということで悔しい1敗となりました。このダービーに勝利後にですね長谷川監督あのコメントとして残されていたのが次の試合が非常に重要とおっしゃっていた、まあ、そういった重要とおっしゃっていた試合のこの位置づけとなるヴァンフォーレ甲府戦で勝ち点3を逃してしまった連勝できなかったというのはやはり一つチームとしてはもったいないゲームになってしまいましたね。そして続く中3日で行われたサンフレッチェ広島戦こちらではメンバーが変わりまして3試合ぶりとなります遠藤選手がスタメンにそしてファビオ選手に代わりましてディフェンスの位置にはキム・ジョンヤ選手が入って、進められたゲームだったわけですけれどもこちらもですね残念ながらまずは先制点を許してしまうという、はい、追いかける展開から始まりましたけれども、うん、ただこの日の試合というのは常にこの遠藤選手がうまくゲームをコントロールしながら前半から非常にいい流れというのはガンバ大阪に来ていたのでどこかできっと点が入るだろうと思っていたら、はい、しっかり後半立ち上がり早々に、うんうん、その遠藤選手自身がゴールを決めさらにはですねアレミューソン選手が自身が得た PK をしっかりと沈めて逆転まで行きもうこれで大丈夫と思っていた、またこれまた試合終盤にですね、この日2点目となりますハモン・ロベス選手のゴールを許してしまい終わってみれば2対2のドローということで2試合続けて試合終盤に失点を許しての試合ということで、まあ、あのよく言われる試合終盤こそ得点がたくさん入るからこそ気をつけないといけないというふうに言われているわけですけれどもね2試合続けてこうした時間帯に失点をしているので今日は何としてもここホームでガンバ大阪らしく最後まで最後の笛が鳴るまでファイトをし続けるそんなガンバ大阪の試合をぜひ選手の皆さんには見せてもらいましょう。さあいよいよキックオフが近づいてきました、はい今日の対戦相手ジュビロ磐田は現在勝ち点が36の7位につけています、ここ2試合はガンバ同様に勝利から遠ざかっているんですが、ですがそれまでの、6試合というのは6連勝ということで強さを見せているんですよね。両者の勝ち点差は1ということで、まあ、ここから上位争い食い込んでいくためにも両者ともに負けられない一戦です。熱い戦いになりそうですよね。そうですね、まあ、今日対戦しますジュビロ磐田はここ8試合で複数得点の試合が6試合と非常にですね攻撃陣が好調という印象を受けますね、はい、まあそういった中でも特にですねこの分厚い中盤この中盤がうまくこうゲームをコントロールしているそういう印象がありまして、うん、遅くも攻めれる時には早くも攻めれるというこのバランスといいますかね、うん、テンポ感というのが非常にいいなという印象そしてその中で前回対戦時アウェーでもやられてしまいました川松選手やアダウトン選手といったですね、はい、あの得点力ある選手がしっかりとそこに絡んでいる、うん、そしてそこに供給するパサーといいますと中村選手、はい、その他にもですね中盤には川辺選手など非常にタレント豊富なチームとなっています。ですからこの中盤から前線にかけて今非常に好調なこのジュビロに対してガンバ大阪としてはまずアウェーで非常に悔しい敗戦を喫したあのリベンジという意味でもそしてここからしっかりと優勝戦線に食い込んでいくためにも何としても今日という試合絶対に勝利勝ち点3というものが必要になってきます。ただガンバ大阪はここ5試合で勝利数がわずか1とですねなかなか波に乗れていないというのも事実あります。過去振り返りますとこの夏場に勢いをつけてタイトルを手にしてきた、うんうん、調子を上げてきたというのがこれまでのガンバ大阪のスタイルですからね、はい、ぜひここからでも遅くはありません。暑い時こそガンバだというですねそういった強さというものを今日は満員のこのスタジアムのサポーターの皆さんの声援を背に見せてもらいたいなと思います、うん、さあまもなく選手ピーチに登場します。その際にはガンバ大阪勝利を信じるサポーターの皆さん最後まで熱い声援を届けていただき今日のこのスタジアムを大いに盛り上げていただきたいと思います、はい、必ず勝利つかみ取りましょう。以上ラブフットボールでした。